ゼロサム20周年。旦那様が他の女にうつつを抜かしたら、その泥棒猫を叩きのめすわ。そして旦那様とは口を聞いてあげないんだから。浮気などせぬ。わしにはセレスしかおらぬ。だからわしのそばでずっと笑っていておくれ。悪の花道を行きましょう。なんでも綺麗なのかしら。素敵なドレスだわね。おい、誰だあれ。美しい。まるで夜空の女神だ。君はセレスティーヌか。あら、ご無沙汰しております。殿下、式の際はご出席いただきありがとうございました。おかげさまで夫婦円満に過ごしておりますわ。その随分変わったな。まあ、お分かりになられます。実は少し痩せたのです。ヘアスタイルも一新して、香水も流行の。セレス違う、わしじゃない。あら、ところで殿下、妻のこのドレスいかがですかな。ああ、とてもとても似合っている。とてもだ。実はこのドレスの生地はソリーエのものでしてな、ソリーエにしか生息していない特殊な蚕から紡がれた布なのです。なんとかの国の、道理で美しいはずだ。セレス、お礼を言いなさい。そなたのドレスは殿下が手に入れてくださったものだ。あら、そうでしたの。どういう意味だ。彼女のドレスを僕が用意した。お集まりの皆様ご注目ください。ただいまから陛下よりお知らせがございます。本日は皆に発表がある。我が息子第一王子の結婚が決まった。のなんだ、聞いていないぞ。もう陛下ったら突然で困っちゃうわね、え王子。お相手はソリーエの女王陛下である。第一王子は13番目の夫となるべく明日国をたらす盛大に送り出してほしい。父上、ご冗談はおやめください。冗談ではない。これは全て決定事項である。私の後は第二王子が継ぐから安心して。王子は私と婚約しているのですよ。うん、そのことについては女王もご承知だ。お前の第二夫人として一緒にソリーエへ連れてきても構わない。まとめて面倒を見ると申されている。ソリーエの女王って確か性に奔放で、性別も問わないって噂の。王子は妻との縁談を結んでくださった方。本来感謝こそすれ、このような仕打ちをするつもりはなかった。だが妻を守るためだ。そんな、ふざけないで。王子と小娘は今もなお我が妻を苦しめようと画策している。私が気づかないと思ったか。この結婚で我々が幸福をつかんだと知るや否や、お前たちは私を失脚させようと計画した。だがお前たちがその計画を相談した相手も裏では私とつながっている。王族とて所詮最小の傀儡に過ぎない。この国の真の実力者が誰なのかをまだ知らぬとは哀れなやつだ。いや、実にめでたい。先方は痛く殿下を気に入られましてな。縁談のおかげで現在各国が欲しがるソリーエの布の輸入を優先的に取り付けられました。これで我が国の経済もより繁栄することでしょう。お前、セレスティーヌ。ご成婚おめでとうございます。
セレスよ、私たちはこれで失礼するとしよう。ええ、旦那様、私はこれからこの人と共に生きていく。さあ、悪の花道を行きましょう。チャンネル登録はこちらよ。おすすめ動画はこちらね。グッドボタン、コメントもお願いしますわ。